っていきまーす。意外とうまそうでしょ。あそこにいるのは、なんだあの家、てか。ムキエグイ、ムキエグイ。あ？よかったよかったよかった。ねえ。目と小森。はい。ここに家作るんですか？え、あかん？あかんね。え？俺んちあれ、俺んちあれ。そうだよ、俺んちあれだからそりゃ警戒するでしょ。ご近所さんじゃん。そうだよ、仲良くしてね。よろしくね。はいはい。はーい。あのさ、はいはいはい、ちょ関わる人みんなに聞いてるんだけどさ、はい、VTuber の方ですか？はい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 、そうです。あ、VTuber の方、ちょっとそこら辺なんか、なんて言うんだろう、はい、繊細というか、ちょっとそこら辺わかんないことが多いんで、ちょっと自己紹介というか、何歳ですか？設定は50歳で、うん、まあ一応 VTuber っていう絵の方をやらせていただいてます。設定はとかな、いいんだいいんだそれ。あ、はい、わけわかんねえな、そういうのがダメな人もいるし、いい人もいるの境目わかんな、マジで。あ、出身は、はい、お願いします。出身、私は一応宇宙で、宇宙人で設定をしてもらってます。そうなんだ、理解しました。そこら辺分かれば、はい、今後その接しやすいんで、はい、なるほどね。やってるな、マジ VTuber。 やりたい放題だな、これがまかり通る世界になっちまったな、インターネット。不思議だぜマジで。あの VTuber の人たちのボイスってどういう系統の売ってんの？演技？じゃ VTuber の人に聞いてもらおう、聞いて回ろう、コツを。うっせえな、あいつ。おめえもだよ、つってるわ。そうか、でも VTuber のボイスって演技なんだ。どういう系統なの？デートシチュエーションとか？酔っ払いを解放するボイスとかある？え、トロちゃんボイス売ってんの？ちょっと待って、ちょっと待って、気になる。配信に音声載せないでちょっと聞いてみていい？今買うわ。聞かせねえよてめえらに。すげえ。めっちゃちゃんと演技してるぞ。すーごい！俺たちの必要なものを、俺たちの必要なものをまんまやってくれてる。ワンコインでいけるわ。ワンコイン。俺ちょっと、いや無理！ウルパンは、いや！ウルパンは俺無理だな！ウルパン安心感がなさすぎ。めちゃめちゃ棒読みだったらどうすんだよ。絶対棒読みだろ。クズハは言うて演技うまそうなんだよな。素晴らしい。いや俺こういうそもそも演技系好きだから。あのさ、方向がわかんの？最初、こっちにクズがいて、去り際こっちから、バイノーラル？笑った。すごいね。ウルパンチは今度にしよう。ウルパンチは今度にしよう。
お、ありがとう。後で見るわ。今見ちゃおう。ちょっと嬉しいです、実は。俺のなんかね、もう目指すところはね、スタンミさんな気がするんだよね、だから。結構リスペクトしてる、実は。実はね。で、今回参加できたのも相当実は嬉しい。そのトーンで言ってくれ。 Google Chrome のブックマーク入れとこ。一番いいやん、この褒め方は。そのトーンでの褒めは一番いいやん。違う違う、俺や俺や、お隣さんや。あー、よかった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 。なんか今から俺出かけるけどさ、セーフゾーンとか乗ってく？用事あったりしない？え、する。じゃあ用意してこい。優しい、ありがとう。いいんだよ、ありがとう。いいんですよいいんですよ、助かる。端っこに住んでるんでね、仲良くしようぜ。お礼と言ったらなんですが、演奏させていただきます。ありがとうございます。え、歌う系 VTuber ですか？あー、まあ、全然歌わないけど、歌ってもいいよ。歌おうか。歌ってほしい。じゃあ何がいい？リクエストしてよ。リクエストも聞いてくれるの？あ、じゃあ、なんかジャパニーズアイドル系の方がいいかな、それこそ。じゃあ、今時のやつで。あ、じゃあ今時のやつお願いします。あ、この季節にぴったりのやつ。マジで？いいじゃん。パーに行ってる。許しない流れた君が僕が走る砂の上。おい、ババア。おい、ババア。おい、ババア。黙れ。おい、誰がババアだよ。おい、ババア。だ、もう歌うな、もう歌うな。何が今時や。何が今時や。あの、これ AKB48 というやつでしょ。知ってる知ってるよ、そんなの。これ今時じゃないの。何年前だよそれ。今時じゃないの。はい、着いたよ。ありがとう。はい、じゃあまたね。またタクシーしてあげてもいいから、全然言ってね、その時は。あ、分かった。あ、それ引き換えにまた歌な、引き換えに歌な。ポニーテールの出資って2010年だろ。嘘やろ。でーん、駐車。どうもー。いやー、さっさー。あ、でかすやん。でかすんの。近いかない、地下。地下？ちょ、今は俺たちさ、物資の搬入があるんだよね。引っ越しをするんだよね、今から。ちょっとここに。時間かかりそうだからさ、また今度にしようぜ。手伝おっか。手伝おっかは楽だな。前のクランで一緒にやってた人。あ、デカさん、どうもどうも。とりあえず必要そうなもん、一旦、今。持ちすぎじゃ、一人でやってんだよね。やばすぎだろ。やばすぎだろ。なんでグレランとかあるんだ。一人で軍隊やん。うわ、か、やっぱ。友達を募集してます。DM くださいで。こんな努力したのに来なかったか、この人は。てか、もう、受けるわ。フリー落書きスペース。誰も手触れてね。誰も落書きしてくれ。
やばすぎだ、まあ、ロックされてるこれ。もしかしてロックされてます？あ、ロックされてるからだよ。さすがに。あ、だからだよ。だからだよ。みんなにそういう風に思われてんのかと思ってた。含みあんのかと思ってた。めっちゃあるな。やばいよな、物資。これで限界っすね。ちょっとそうすれば、捨てれば、星田さんの拠点一緒に住むの？ケンさんは。そう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 。この、もうこの人はもう、いいなぁ。ずっと一人なのよ。俺多分前回喧嘩売りまくって誰も仲間になってくんないよ。人殺しまくってるからな、お前。俺自分の拠点に魔女の仏壇立てたんだよね。一回も鳴らさなくていいぞ、金を。今日マチョが俺の配信見に来て見せてあげたら喜んでた。あ、喜んでた。そっか、喜んでた。そっかそっか。これスタさんが建てたの？そうだよ、初建築だよ。頑張ったな。頑張ったでしょ。はい、そうです。おースタさんの誕生日覚えてるよな。えなこに LINE しました。出たよ。 LINE して覚えてる。オッケーオッケー。友達いなくてもさ、なんか心の中で思ってんでしょ、やっぱり。いやでも友達いなくてもえなこ彼女らしいって思ってるでしょ。うんうん。いや思ってないよ。絶対思ってるよ。だからみんなそう思ってるだろうなと思ってるから寄ってこないんだよ。なんかその余裕が、その余裕があるんだって。あ、どっか友達いねえな、なんか辛いな、ラスト物資も集まり悪いな。でもえなこいるし、でも全部えなこいるし、でもう帰結するから、何何もかも思ってねえよ。えなこに LINE したってパワー強すぎるもんね、強すぎるな、俺らで見せつけてきたんだよ。ねえ、俺だってフォロバされた時で友達に自慢しまくったもん、ね。LINE は強いな。見てこれ、うん、こんなか入れとくか。これどこに何を入れたら